てたんだけど、いやもうすいません、前にもすでにイラストいただいてるのにちょくれくれっちゅうになっちゃいました。あ、ね、あ確かにどんだけ欲しがるねん、もうあげないと。最終的に雑になりました。ノーノー、じゃあ分かった、北条マリンとお付き合いできる権利を差し上げます。あーそれいろんな人に言って、そしてあの誰か一人でも捕まえればいいと思っているやつだ。うん、誰かと付き合えればいいかな。え、だってマリン先輩最近あれじゃないですか、あの同期のクロエを狙っているという、うん、あー狙ってる狙ってる、クロエもしくはクロエの妹を狙おうとしているという噂を。あ、妹もワンチャン、あ、高根ルイもワンチャンいけそうだから、ワンチャン。あールイルイなー、うん、そこで三角関係みたいのがね今構築されてるんですよね。あ、そう、なんかあのあのなんか高根ルイがちょっとやきもち焼いてさ、うん、なんか坂又ばっかりなんかかまってみたいな言ってきて、なんかややこしいことになってきてるんだよね、うん、今ね。ルイクロではないのかみたいな、そうややこしさがあるけど、え、こよりも、うんうん、クロエばっかりっつって、うんうん、あれマリン先輩なんか今日喋るのちょっと久しぶりだし、コヨはもういいのかな、コヨ、うん、はもうなんか一番とかならなそうだからもう見切りつけられたのかなとかいう、あのめんどくさい女になってましたよ、うんうん、あ、でもそれ正解だね、そう。ひどい、冗談じゃん。いや、コヨリ大好きだよ、船長は。マリン先輩大好き、俺も大好きだよ。じゃあね。あ、ちょっと待って、うん、え、嘘、本当にいなくなった。軽っ。